大麦,大麦。大麦。大麦。学名はイネ科の穀物。中央アジア原産で世界で最も古くから栽培されていた作物の一つである。小麦よりも低温や乾燥に強いため、大麦と共に小麦の生産が困難な地方において多く栽培される。大麦は完名の大爆を訓読みしたものである。大は 小麦に対する黒流や、創始の大小ではなく、大イコール本物、品質の良いもの、用途の範囲の広いもの、小イコール大用品、品格の劣るものという意味の切字によるものである。大豆、小豆、小豆、小豆大麻の大、小も同様である。現代当時の漢字権では、比較的良いにから、ふすまそう、主皮、肺芽などを除去し、粒のまま飯、 かゆとして食べることができた大麦を上質と考えたことを反映している。また、大麦をはじめ、小麦、麦、ライ麦、ハト麦など、姿の類似した一連の穀物を東アジアでは総称して麦と呼ぶ。こうした総称はヨーロッパには存在せず、バーリー、大麦、ウィート、小麦、オート、エンバクライ、ライ麦のようにそれぞれの固有名で呼ぶのみである。 穂の形状の違いから、主に二条大麦、四条大麦、六条大麦、裸麦、野生大麦に分かれる。ただし、四条大麦、野生大麦については、品種ではなく亜種。この、上というのは、穂が何列、上あるかということではない。大麦の穂は、基本的にすべて六列である。二条と六条の差は、実る穂が何列あるかの違いであり。 4で字のごとく2列実るのが2乗大麦、6列、すべてが実るのが6乗大麦である。実るのが2列だけである分、2乗大麦の種子は大きく、大粒大麦とも呼ばれる。これに対し6乗大麦は、すべての列に種子が実るため種子が小さく、小粒大麦とも呼ばれる。ただしすべての列に種子が実るため、全体の収量としては6乗大麦の方が多い。 二条大麦は主にビール生産用に栽培され、ヨーロッパで栽培される大麦の多くは二条種である。これは、二条種は種子の一粒一粒が大きく、しかも大きさがよく揃っているので、醸造の管理がしやすいからである。それに対し六条大麦は、収量が多く、大麦を穀物として食べる地域においては六条種を主に栽培する。二条種と六条種の進化については、 長い議論の歴史がある。かつては六条種は二条種から分化してできたと考えられてきたが、チベット高原において野生の六条種が発見されたため、一時は二条種と六条種は別々に栽培化されたとの説が有力となった。その後、遺伝子情報の解析によって、現在では二条栽培種の変異によって六条種が成立したと考えられている。二条種は、 チベットより東には到達せず、このため中国や日本など東アジアの在来の大麦はすべて六条種である。これら諸国における二条種の大麦は近代になってヨーロッパなどから導入されたものである。二条種と六条種は皮が実と糊状のもので固着しており、剥がすのが難しい。この固着は大麦だけの特質であり、小麦などの他の麦でも、 米など他の穀物においてもこういったことない。皮を剥がすのが難しいため、これらは皮麦とも呼ばれる。それに対し、六畳種の突然変異で、糊状のものが存在しないものが生まれ、揉むだけで皮が簡単に剥がれる品種が生まれた。これが、肌麦である。肌麦は食用にするのがより簡単であるため、 チベットや日本といった大麦を重要視する国々において多く採されるようになった。その後、六畳裸麦と二畳種の交雑により二畳裸麦も生まれたが、二畳裸麦は品種が非常に少なく、一般的に裸麦といえば生産のほとんどを占める上、裸麦を指す。また、蒸気の品種はすべてウルチ製であるが、日本を含む東アジアには、 餅製の大麦も存在する。餅麦は日本では餅米の代替として西日本中心には栽培され、団子などがこれで作られた。特に日本で生産されるのは二畳大麦、六畳大麦、裸麦が多い。二畳大麦は明治時代以後にヨーロッパより導入され、ビールなどの醸造用の需要が多く、ビール麦とも呼ばれる。これに対し、六畳大麦と、 裸麦は古来より日本で栽培されてきた品種である。六畳大麦は押し麦や引き割り麦などにして米に混ぜるなど雑穀としての使用が多く、また麦茶の原料ともなる。裸麦も同様に使用することはできるが、味噌の製造に使用されることが多い。栽培は寒さに強い六畳大麦が東日本で主に栽培され、寒さに弱い二畳大麦や 裸麦は西日本で主に栽培される。日本の農産物分類においては、麦類にハト麦や煙幕、ライ麦といったものは含まず、日本での生産量の多い小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦を合わせて四麦という。大麦は、本来は、口術のように陶器に比較的降水量が多い、地域を原産とする作物であり、秋に発芽して、 冬を越し、春に大きく成長し、初夏に結実して枯れる、いわゆる冬草の一種にあたる。そのため、朱を秋に巻き、苗の状態で冬越しさせ、春に、出水、開花、結実させて初夏に収穫する、秋巻き。しかし、春に積算温度の足りない、寒冷地向けの品種として、発芽に低温を必要とせず、朱を春に巻いて、 成果に収穫可能な春巻き品種が開発され、日本では北海道で主に栽培されている。世界的にはロシアやカナダといった北方の寒冷な地域では春巻きが中心となっている。この2国は大麦の大生産国であるため、世界的な大麦生産量としては春巻き品種の方が多くなっている。これに対して本州以南。 特に関東から九州にかけての地方では、夏草の性質を持つ稲の裏作として、秋巻き品種の栽培が拡大た。この場合、稲の収穫が終わった秋に発種し、田植え前の初夏に収穫することになる。麦のほがみのれ初夏の麦畑は、淡い茶色に染まって、秋の稲田に似た光景となるため、麦の欠付期のことを、爆臭と呼ぶ。東日本、西日本では、 梅雨入り直前の5月下旬から6月上旬、グレゴリオ歴にあたる。なお、収穫後に乾燥状態を維持していないと、梅雨時などは土壌になくても穂先から簡単に芽吹き出すので注意が必要である。また初夏に芽吹いたとしても、日本の夏の気候下ではうまく育たない。秋巻きは世界的にはドイツやアメリカなどを中心に行われる。現在栽培されている品種は、 現在イラク周辺に生えている二条大麦に似た野生種ホルデウムスポンタネウムが改良されたものとも言われる。新石器時代である1万年前にはすでにシリアからユーフラテス側にかけての肥沃な三日、ガツ地帯で栽培が開始されていた。当初の調理法は、一手麦粉にしたものを水に溶かしたり、または粗引きにした粥だったと考えられており、やがてそこから、 大麦パンの製法が開発された。古代エジプトでも主食のパンを焼くのに使われており、ヒエログリフにも描かれている。この頃にはすでにビールの製造も開始されており、パンとビールはエジプトの食生活の中心であった。このビール製造は大麦パン製造の過程で、大麦を粉にしやすくするため発芽させた時に偶然。 製法が発見され製造され始めたと考えられており、実際にこの頃のビールは現在よりもかなりドロッとしたものだった。大麦の粥もそのまま残っており、古代ギリシアでも重要な食料だった。古代ローマの時代には市民の主食は小麦となっており、大麦は主に家畜の飼料用だった。なお大麦を食べると脂肪を増やして出血を防ぐと考えられていたため、 剣頭市の主食となっていた。このため剣頭市は、部別的に、大麦食い、ホルデアリウスと呼ばれていた。ワインが主流であったローマでは、ビールは飲まれておらず、北方にいたゲルマン人たちが、盛んに醸造して飲んでいた。その後も長く、ヨーロッパでは重要な穀物であったが、グルテンがないために小麦に比べて、使用法が限定されるため、次第に、主食の座から転落し、 醸像や飼料用が中心となっていった。ヨーロッパにおいては小麦の普及と共に二義的な地位へと落ち、中世末期にはよりパンに適したライ麦よりも重要性がなくなった。一方でゲルマン民族の大移動によってヨーロッパ北部を抑えた。ゲルマン人たちは引き続きビールを愛飲しており、ゲルマン系のフランク王国がヨーロッパのかなりの部分を抑えたとデビール製造は、 ヨーロッパ各地に根を下ろした。このビール醸造用が次第にヨーロッパの大麦栽培で大きな部分を占めるようになった。ヨーロッパ以外でも大麦は各地に広く伝わり、伝来初期は主食としていた地域も多かったが、ヨーロッパと同様の理由で徐々に主食の座から転落していった。中国でも大麦は某と呼ばれ、広く栽培されたが、小麦や米を超えるものではなかった。 例外はチベット高原であり、ここでは他の穀物が気候的に栽培不可能であるために、大麦は国となった。また、エチオピア高原においても大麦は重要食料となったが、こちらでは、テフの普及とともに、やはり地位が下がっていった。この2地域は、大麦の品種が非常に多く、また、ここで生まれた品種が周辺に拡散していったものも多く。 大麦栽培家の二次中心とされる。しかし、大麦はすべての主要穀物の中で最も成長が早く、収穫までにかかる日数も短い上、乾燥や寒冷に強く、また出順にもある、程度適応できるなど適応性が高い。このため、温帯中心に、ユーラシア大陸のかなり広い地域で二義的に栽培された。19世紀に入ると、 在来品種の選抜を手始めとして、ヨーロッパ各地で品種改良が行われ、収量や質の良い,い新品種が続々と開発されるようになった。20世紀に入ると、さらに品種改良は加速し、病害に強いエチオピア高原の在来種や、室害に強い日本在来種、同じく茎の長さが短く、倒復の危険性を抑えることのできる日本在来種など、 世界中の材種が掛け合わされるようになり、大麦の単集は大幅に向上した。日本には、弥生時代の三世紀頃、中国大陸を経て伝来し、奈良時代には、すでに広く栽培されていた。類寿三大閣には、公認十一年、八百二十年の大乗官府として、麦は、米のタエタルを継ぎ、乏し式を救うこと国の最も良きものなりとの記述が、 鎌倉時代以降に猛作が普及すると、寒冷と乾燥を好む大麦は、米の裏作として適していたため、栽培はさらに拡大した。製粉する必要のある小麦に比べ、大麦は粒のままで食べるために手間がかからず、小麦よりも熟すのが早いため米の裏作として適していた上、不足しがちな米の増量用としても適していたため、この頃は小麦より重視され、 栽培面積も広かった。明治時代には小麦の45から47万丁部に対し、大麦の作付け面積は130万丁部と3倍近くにまで達していた。この頃までの日本での大麦の主要な用途は主食用であり、爆飯として米と混水して特に農村部では重要な主食とされた。しかし農村部では白米の飯が 災礼に際しての特別なご馳走であったと、農民にとって、米は重要な換金作物で、自家消費が抑えられ転売先の都市部で白米の飯が普及したことなどから、爆飯は、白米の飯に対して、農村的な格の低い洗練されない食品とされた。そのため臭くてまずいと考え、下げ済んで、貧民や囚人の食事とみなすものも少なくなかった、俗に言う。 刑務所の臭い飯の言われである。その一方で、白米の飯への憧れによってカッは近代の日本で国民病と呼ばれるまでに蔓延した。海軍ではこれへの対策としていち早く麦飯を導入し、カッ患者を激減させたが、七に赴く兵士に白米を食べさせてやりたいという、上から白米にこだわった陸軍では、日露戦争で著しい戦病死者を出した。また、 麦が配給されていた海軍でも一部の兵士がこっそり麦を捨てていたために完全な克服には至らず、活気化が何度も再燃している。また、こうしたことから大麦の価格や社会的評価は低く、1950年の国会答弁において大倉大臣の池田隼人が私は所得に応じて所得の若い人は麦を多く食う、所得の多い人は米を食うというような 経済の原則に沿った方へ持っていきたいというのが、私の念願でありますと発言し、これが、貧乏人は麦屋へと報道されて、世論の強力な反発を受けことなどは、この状況をよく表したエピソードである。その後、米の収量が増えるにつれて、より用途の広い小麦栽培にとって変わられ、大麦の作付けは減っていき、1940年には、 作付け面積は小麦が84万丁部大麦が74万丁部と逆転していた。また、大麦の中でも明治初期には六畳大麦の作付け面積が広かったものが大正時代に入ると裸麦の栽培面積の方が広くなった。高度経済成長期になると二毛作が経済的に引き合わなくなったためにほとんど行われなくなり、 裏作作物の中心的存在であった大麦、特に食用を主とする6畳大麦及び裸麦の土買うは激減した。それに対し、明治以降にビール生産用として導入された2畳大麦の生産は大口の需要があったため、6畳大麦や裸麦の生産が激減した後もしばらくは盛んに生産さていたが、1970年代以降、 ビール原料の麦も輸入が増え、それにつれて二条大麦の生産も減少した。大麦は日本の主食用主要穀物の一つであったため、政府による統制のもとに置かれてきた。1942年の食料管理法に端を発する食料管理制度の下で、裸麦大麦、主食用の六条大麦を指すは小麦や米と同じく政府の管理下に置かれ、 生産者は自家保有量以外を工定価格で供出し、政府は米国配給通帳に基づき消費者へと配給することとなった。第二次世界大戦後、食料難が緩和されてくるとともに配給税は廃止されるとともに、麦の統制も緩和され、1952年には最低価格、最高価格の範囲内に価格を安定させる形の間接統制となった。 1994年、主要食料の受給及び価格の安定に関する法律、食料法が交付されたが、裸麦大麦は引き続き価格統制のもとに置かれた。すべて国内生産のみで賄われる主食用大麦だけではなく、全量が輸入である飼料用の大麦についても政府がアメリカやカナといった大生産国から輸入し、業者へと売り渡す、いわゆる 政府捜査資料という形をとっている。その他の用途としては、家畜の資料、漢方薬などがある。大麦の利用紙において、資料用は、世界のほとんどの地域において、常に大きな部分を占めている。牛や羊などの半数する家畜は、大麦を好み、特に皮の部分を好むからである。特に大生産国であるヨーロッパやアメリカにおいては、 飼料用とビールウィスキー醸造用が、大麦の用途ほとんどを占め、そのまま食用とすることは少ない。日本においても飼料用大麦は重要であり、大麦消費の大きな部分を占める。飼料としては、牛の皮育に使用される場合が多い。大麦を飼料として販売する場合、日本においては変形加工することが義務付けられている。また、大麦発酵エキスに白髪を黒くさせる。 作用のある成分が含まれ、育毛剤、シャンプーなどに応用が考えられている。大麦は稲、小麦、トウモロコシに次いで、世界で4番目に多く栽培されている穀物である。生産量はかつて増加傾向にあり、1961年には7200万トンだった。生産量は2008年には1億5500万トンと、倍以上に増加している。 しかし1970年代からは増加は、停滞傾向にある。2004年の世界の総生産量は1億5362万4393トンであった。世界で最も、大麦の生産量が多い国は、ロシアであり、以下カナダ、ドイツ、ウクライナ、フランスと続く。FAO の統計によれば、主要生産国の国別生産量は、以下の通りであった。 2004年度、参考、195,400トン、2007年度、2009年から2011年また、日本国内においては、平成19年度で二条大麦が128,200トン、六条大麦が52,100トン、裸麦が14,300トンとなっている。二条大麦の生産量が最も多いのは、佐賀県で41,600トン。 全国生産量の32.4%に上る。六条大麦の生産量が最も多いのは、福井県で17,100トン、全国生産量の32.8%に上る。裸麦の生産量が最も多いのは、愛媛県で5,880トン、全国生産量の41.1%を占める。自給率は8%前後である。日本は、 大麦の大輸入国ではあるが、主食用の大麦に関しては100%自給を達成している。一方、飼料用の大麦に関してはほぼ100%を輸入に頼っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。